そ根丘陵は、山梨県の甲府盆地の南苑にある東西に 15km、南北に 4km にわたり広がる丘陵である。甲府盆地北東部から盆地南苑に沿って南西部を流れる笛吹川と背後にそびえる三坂山地に挟まれている。丘陵内にある山々は、標高 300m から 400m となだらかである、ことから、ハイキングコースにもなっている。県内では、 河川の氾濫源を避けられる、盆地周辺の丘陵地域に、高古遺跡が多く分布する傾向にあるが、ソネ丘陵地域は特に高古遺跡が濃密に分布していることで知られ、弥生後期から古墳時代にかけては、東山地域に後の中道王冠を通じて、東海地方の影響を受けた遺跡が分布している。丘陵地域では、旧石器時代の遺物が見られる縦石遺跡をはじめ、 弥生後期には、方形修行母群を伴う上の平遺跡が出現し、古墳時代には、東山古墳群、金沢古墳群、米倉山古墳群など数多くの古墳が分布している。古墳前期の4世紀代には、前方後方墳である小平沢古墳から、大丸山古墳、4世紀後半には、大和王権の影響を受けた前方後円墳で、 中道勢力の名手墳である海長静河古墳や、八代勢力の名手墳である、岡町静河古墳の出現に至り、中道勢力が衰退するまで、甲府盆地の政治的中心地であった。また、給料を縦断する形で、国道358号が通っているほか、北側を横切る形で、国道140号や中央自動車道、甲府南インターチェンジがあるなど、 甲府盆地と周辺を結ぶ交通の要所にもなっている。そのため、バブル景気の頃には、食品工業団地の建設や、ニュータウンの造成が行われた。某が、ミネソネ丘陵,陵一帯の空中写真。画像上部中央から左側に流れる川が、笛吹川。画像右下部に見える山地が、三坂山地。 笛吹川と三坂山地に挟まれた東西に連なる丘陵がソネ丘陵である。1975年撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。ありがとうございます。